令和元年5月1日、新時代の教育 YouTuber としてデビューした日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。今回はなぜ私がリカルタというものを開発し、それを使って授業を公開しようと思ったか、その動機についてお話しします。最初に、平成27年明治図書発行、授業力・学級統率力3月号に掲載された記事を見てください。春休みに教材研究、とっておきの授業ネタ集。中学理科、中学校現場理科教師31年の結論。教師は、人間は忘れる動物であることを忘れている。教師の大きな誤解・過ち。自分を棚に上げて、教師はいつまでも子供をコンピュータ化し、昨日教えた内容を子供が覚えている前提で教えています。しかし、子供たちはよほど興味や関心がない限り、授業の内容を忘れます。どんなに熱心に教え、完璧な授業、わかる授業だとしても、次の日にはほとんど忘れています。あんなに一生懸命教えたのにと、教師は嘆きます。興味も関心もないことを記憶できるのは、ある意味異常です。大好きな AKB のメンバーの名前は覚えられても、興味のない漢字や英単語一つ覚えるのは苦痛です。覚えているのは先生のくだらないダジャレくらいです。教育界は昔から研究授業を教師に義務付け、綿密な指導案、指導計画を立てさせてきました。昨日の授業のように今日の授業というふうに細かな系統図もできています。しかし、実態は子どもの頭の中には系統図は存在しません。どんなに系統立てた授業も、生徒の頭に入った途端、断片化し、ランダムになるのです。つまり、ほとんど忘れるのです。デフラグは不可能です。反復学習の必要性がよく議論されますが、その絶対的な理由がこの、忘れることにあるのです。私は31年間、生徒が忘れることを前提にした授業を考え、いかに興味を持たせるか、忘れたくても忘れない授業、理科の苦手な生徒でも理解できる方法はないか、腐心してきました。そしてついに、リカルタを開発したのです。この後、根本万スタジオに切り替えます。この歌は
シンガーソングライター小林進の金木犀ララバイという曲です。私の中学校時代の同級生、親友です。学校の先生はどうしてユーモアがないのでしょうか。それは子供に対して思いやりがないからです。子供たちは真面目腐った、冗談も通じない先生の授業を受けたいと思っていません。ユーモアのない先生の授業なんかいらない。それにしても教科書通りにいかない実験や観察が多すぎます。教科書を作った人は本当にその実験や観察をしたのでしょうか。とにかく教科書は面白くない。この世の中で一番不思議なことは何ですか。それは今自分が生きていることです。人生は一度、自分は一人、たった一度の人生、たった一人の自分を大切にしてください。根本漫画応援します。最後に皆さんにプレゼントがあります。みんなに運をつけるために、これをプレゼントします。